はい、こんにちは。今日は一橋大学の三次関数と、それに接する線の話を、の問題を紹介いたします。まず、三次関数が y イコール x 三乗マイナス x で、a と b は定数で正です。で、じゃあ、これ、a が正ってことは、微分して 3x 次乗マイナス a なんで、これ、イコール0が実数から持つんで、必ず。ってことは、この三次関数は極値を持つと、極内極小を持つ。で、右上がりで。で、あと、原点通るから、大雑把に、こんな格好と。で、0、2b、3乗。で、b も正なんで、2b、3乗は正だから、どっかこの辺にあって、どこだかわかんないですけど、正のとこにあって、で、ここを通る直線は、2点 pq を、この関数、三次関数と共有するっていう、この、交わると言えない辛さで共有って言ってるんで、これは、要するにもう1個は接点ですよ、接しますよとも言っちゃってると思うんです。実際三次関数と直線が2点のみで共有するっていうのは、1箇所は接線ですと。直線と三次関数は、相位3点で交わるか、1点でしか交わらないか、あとは、重解と、実数が接点と交点というその3パターンしかないんで、これは接してますよと、ここ通って 2b3 乗通って接してますよと、こんなようななんで、で p が xf なんでこっちが p でこっちが q と、こんなような状態ですよと。まずはグラフの外形はもうこうですと。で、PQ の式を A と B で表せって言うんですけども、これはもう常套手段で、ここを通る直線が接するじゃなくて、この三次関数上のとある点における接線がこっちを通るっていうふうに考えた方が考えやすいっていうのも、もう何十回も出てきてる話で、微分はしてあるんで、じゃあ T3 乗マイナス AT における接線と。ける接線の式を出してあげると y イコール微分がこれだから 3t 次乗マイナス a が傾き、ここにおける接線もで x マイナス t で y 座標はこれなんで t 3乗マイナス at と。じゃあこれは整理するとマイナス 3t 3乗とだからマイナス 2t 3乗でこれはちょうど消えてくれるんでこれが直線の式が 03b 2b 3乗通るよってことは、x が0なんで0ってことは 2b 3乗イコールマイナス 2t 3乗とってことは2で割って移行しちゃって、で、t の方程式だから、じゃあ t 3乗プラス b 3乗イコール0と。ってことは、t 足す b、t 次乗マイナス bt プラス b 次乗が0と。なんで、t はマイナス b か、でこれは実数からないですね。判別式が負。b 次乗マイナス 4b 次乗なんで、これは3、マイナス 3b 次乗だから、ということで、実数解ないんで、t はマイナス b だけが答えですよってことは、直線の式は、ここに、マイナス b、t にマイナス b 入れればいいだけなんで、y イコール、マイナスでも2乗したらプラスだから、3b 次乗マイナス ax、で、マイナス b 3乗になるんで、プラス 2b 3乗。y セットのところ分かってますよ。y セットも分かってる。で、なんで、カッコ1番これで式が出ましたと。で、カッコ2番は、p と q の座標。で、じゃあ、これちょっと消しちゃって。この今出した直線と元の三次関数を連立させればいいと。x 3乗。これ、こっちからこっち引くと、ちょうどマイナス AX 引くマイナス AX なんでちょうどこの AX は消えてマイナス 3B 次乗
x この引き算と、あとこっちは定数なくてマイナス 2b 3乗イコール0と。でこれはもう一瞬にして因数分ができなきゃいけないっていうのは、これは t において t で接してる t ってどこですか、マイナス b、 マイナス b で接してるってことは、この三次方程式は x プラス b で重解を持ってなきゃいけないと。t で接してるんで、 t っていうのはマイナス b なんで、 t イコールマイナス b で、 t で接してるんだから、これは接線と三次関数を連立させたもの、すなわち交点接点を求めるための式なんで、で接点分かってると。ってことはこれ重解を持つ。でじゃあ残りこれ x3 の係数も1なんで、ここの係数も1で、これ展開した時の定数だけ見ると b 次乗と掛け算してこうなんなきゃいけないんだから、マイナス 2b と。ってことはここが 2b で、ここがマイナス b と。ということは p がマイナス b で、あとはこれに入れればいいだけなんで、マイナス b3 乗プラス ab で、 q は2b 入れればいいんで、 8b3 乗の x 座標が 2b で、 8b3 乗で 2b 入れるだけだから、マイナス 2ab と。これが pq の座標が表せた a と。で、括弧3番は括弧 poq、各 POQ が90度と。90度になるような、じゃあ条件はっつったら、OP と OQ が垂直ってことは、OP と OQ の内積が0っていう式作ればいいだけなんで、じゃあベクトル OP は成分で表示すると、OP はもうそのまま、これがそのまま成分。で、これがそのまま成分で、今角度を求めるんだから方向だけが問題なんで大きさ関係ないんで、B は0じゃないんで、もう B で割れちゃうから、マイナス B で割っちゃえば1成分、方向だけを表せる、マイナス B で割ってるんで B2 乗マイナス A、 今はマイナス B で割ってる、マイナス B で割ってる、マイナス B で、 OQ もこれも成分だけが大事なんで、これも B で、2B で割れる。2B で割ると1。2B で割るから 4B 次乗マイナス A。じゃあ内積0なんで、内積0だから、内積0の式はこれは、X 成分掛け算して1足す Y 成分 B 次乗マイナス A と 4B 次乗マイナス A かけた。足したものゼロ、内積ゼロと。で、あとはこれで B の、まあ、方程式とみなして、4B4 乗で B2 乗がマイナス4とマイナス1だから、マイナス 5AB2 乗でプラス A2 乗プラス1が0と。じゃあ、これが、B が4次方程式ですが、これ4次方程式といっても4乗と2乗しかないんで、実質2次方程式みたいなもんなんで、これ B2 乗、まあ別にあえて t と置かなくてもいいですけど、 t はもうさっき使ったけど、まあ何個置かなくてもいいですけども、もう B2 乗イコールと、これ B の2乗を1塊としたら2次方程式を見なせば、 B2 乗イコール 2a 分の、だから8分の2a 分のマイナス、だから 5a プラスマイナスルート 25a 次乗マイナス4四四16カッコ a 次乗プラス1と。いうことは、b が存在するような a の範囲だから、この b 二乗イコール、これが正の解を持ってくる。これは正だと言えばいいと。そうすると、これは、8分の 5a プラスマイナスルートで、
9a 次乗マイナス16と。で、a も a 正なんで、ここはもう正ですと。で、プラスマイナスで、まあこっちのプラスがあるんで、1個でも解があればいいんだから、この中身さえプラスになってれば、プラスの解を持つから、大丈夫と。まあ負の解だけだったらダメなんですけど、これプラスの解、これプラスで、これも中身が正ならプラスなんで、プラスの解を持てば OK なんで、9a 次乗マイナス16が正。まあ、0でも OK。0も含めて正なら OK。じゃあ、9a 次乗が16で、a 次乗は9分の16と。で、a は正なんで、もう、解く、まあ、もちろん解けば、これそのまま解けば、a は3分の2以上か、マイナス3分の2以下ですが、これも関係ないんで、これだけが答えになりますと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。